緊急で動画を回してます。これ行ってみたかった。もう宇宙のように広いんですよ。広いですね、趣味の世界は。うん、ああダメですよそれは。誰が勝手に買ったの。宇都社長だろ。ニコニコして。あ、かわいい。電池です。これおもろくないですか。ん、これこれ さっき新平磯野さんのラジキャントークを撮ったところだったんですけど、ちょ途中でとんでもないものが出てきたんで緊急で動画を回してます。これ行ってみたかったでしょ。行ってもいいよ。緊急で動画回してます。緊急で動画回してます。とんでもないものを発見しました。実は最近弊社社内でですね、写真部をやろうじゃないかっていう話がね、そうですね、持ち上がってたんですよ。やっぱり趣味って楽しいから、はい、RC カーという趣味もいいし、エアブラシでねプラモデル作るという趣味もいいし、いいし、でも趣味という世界はそれだけではないんですよ。もっと広いんですよね。もう宇宙のように広いんですよ。広いですね、趣味の世界は。うん、で、まあ、このカメラというね遊びも楽しいんですけど、はい、この私の可愛い子供たちが今並んでますけど、並んでますね。これね、今日だってさっきもね、昼間ウッド社長にこれがオールドレンズですよっつってね自慢してたじゃん。はい、そしたらとんでもないものが出てきたんですよ。さっきこんなね、これ知ってる人は知ってると思うんですけど、ニコンの D40、 これ名機ですよ。名機、そう、一番可愛い。可愛い、一番可愛い。このおにぎりみたいじゃないの。うん、確かに、もうちっちゃい、こんなちっちゃいのあるんだっていうぐらいね。そうで、まあ、あんまりもったいぶってもあれなんで、はい、何がさっき出てきたかっていうのをちょっと出してもらっていいですか。うん、出しちゃおうかなと。はい、真ん中にもズバンときますね。はい、これはな、アルファ何々っていうのは分かるんですけど、私はもうずっと昔からニコンのエントリー機が好きなんですよ。はい、D3000 番台とか5000番台のこのおにぎりみたいな可愛い軽いちっちゃいカメラ、はい、あ、まあ一眼レフとしてはちっちゃいカメラ、うん、でニコンしかほとんど知らない。これソニーさんですよね。そうです、ソニーが最近特に動画だけどね。そうです、みんな動画も使ってるイメージですね。動画もすごいし、うん、まあ、当然写真もどうせすごいっていうのは知ってます。はい、使ったことはないですけど、はい、これを誰が勝手に買ったの。ウト社長、誰なの。ウト社長だろ。ウト社長ニコニコして。ニコニコしてバレました。これはアルファがいっぱいありすぎてセブンではない。その人差し指らへん見てくださいよ。ちょっと待ってください。え、さっき興奮してしゃがんで喋ってたら足つった。痛い。ちょっと足つった。おいや、あー治ってきた、治ってきた。足がつるほどびっくりしたよこれ。いや、これたまげました。たまげましたね。でも詳しくわかんないんですよ。でもここペンタがないから、はい、その時点でかっこいい。これちょ、ケージがついてるんで、ケージと老眼で見えない。シネマラインなんてのがあるんだ。そうなんです、APS-C、はい、あれ、そうなんだ。なんで安いです。FX3 がフルサイズ。あ、一桁がフルサイズ。それはもう、もうあれです。ジムに変えちゃう。
エンジンついてないくせに。エンジンついてるんですか。画像処理エンジンがついてるわ。いいな。俺使ってます。すいません。もう使ってんの？はい。これいいよいいよっつって。あ、ファインダーないわ。ずっとこうやって。こうやって。これつけてつけて。こうやって。わあ。ああ。ダメですよ。それは。見せ物じゃないです。すごいす変な人がいる。顔だけ空中に浮いてるから。へえ。うえ。かっこいいね。かっこいいですこれ光る。最近のソニー機さ、これレック中にこうなるでしょ。はい。これかっこいいよね。かっこいいですね。これはいいね。でも作ろうとしてたの写真部なんですけど。これ。動画撮りながら写真撮れるんで、あ、もう撮ってる最中にここカチカチと押すともう撮れちゃうんですよ。じゃあ写真撮れるじゃん。動画撮りながら写真撮れるんです。まあ唯一可愛さだけは負けないけどね。これもういかついっすもんね。これねえ、ちょっと今ね電池切れちゃったカメラの。そうですね、うんうん、何の話してたっけ。RC カーの話。磯野の話。磯野の話。レックした時に丸赤くなるよって話。よく覚えてるね。これのカメラの話してた。カメラの話だ。カメラの話で、うん、まあこれはこれでね、うん、写真部で使うの。写真部では使わないです、うん、もう動画機。動画機です。これは仕事用。はい、はい、こんにちは。レート開発の K です。今ちょっとこの声突然後から入れてる声になってますけど、ここまで見ていただいた方ありがとうございます。この動画ですね、何が言いたかったかっていうと、レイウッドっていう、まあうちの会社ですよね、会社の中で部活動っていう形でこう写真部、もしかしたらカメラ部になるかもしれないですけど、まあ写真部を部活として作ってみんなで写真撮って遊ぼうよっていう、なんかそういう話があって、でこのゴーアウトの、磯野さんのですね、あのラジキャントークの後にちょっとそのカメラ結構いろいろあったんで、あと新しいのがこう今ずっと話してたこのソニーの αFX30 か、これが新しく機材として導入されたっていうようなタイミングもあったので、このなんかその写真部発足の動画撮ろうよみたいな、そういうような感じで撮ってたんですけど、なんか今いざ後から編集しながら思ったんですけど、思ったよりどうしようもない動画になってたなと。で本当だったらこれ、このレベルの動画はですね、もうサブチャンネル行きなんですけど、あのわざわざメインチャンネルの方でこう流してるのはなぜかっていうと、あの今後多分写真部として部活動を社内でこうしていく人たちがちょこちょこうカメラの話題とか、あとは写真を撮ってあのインスタのアカウントの方ですね、うちの会社のインスタの方でこう上げていったりとかっていうのをするだろうなっていうのがあったので、まああえてメインチャンネルでですね、あのこういう経緯があって写真部立ち上げたんですよっていうのをあらかじめお伝えしておいた方が、あの今まで RC カーとかの写真が、あとエアブラシの写真とかなんか情報がメインだったのになんで急に写真上げ始めたんだみたいなのが、あるかなと思ったんで、まあそのあらかじめお伝えしておいた方がいいかなっていうので、今回の動画ですね、一応メインの方であえて上げてます。まあ、引き続きちょっと本当にこの時撮った動画をダダ流しっていう感じで流しますが、まあよかったらですね最後まで、特にあのカメラとか写真とかご興味ある方ですね、よければまた引き続き最後まで見ていただければと思いますので、お願いします。そんな中私こんな子供みたいなのか頑張ってるんですよ。まあでも普段私もこんな可愛いものですけどね。そうだね、これ、うん、友達だもんね。5600でしょ。お友達。普段のねインスタはそれでしょ。インスタこれですよ。まあ基本レンズこれに変えてますからね。あ、このね、はい、キットレンズね、はい、
これと全然違うんでね、やっぱり。結構好きなの？大好きですなんかよくわかんないけどめちゃくちゃよく撮れるんですよ。あのね、一般的にこういうのキットレンズって言って、はい、これ買った時にセットでついてくるのよ、はい、でだから2つとも、まあ、ダブルズームキットって言って2つついてくるよみたいな、はい、で一般的に今まではね、キットレンズってそのしょぼいみたいな、あんま良くないみたいな、はいはいはい、ね、この AFP っていうレンズはね、廉価版って言って安いんだけど、はい、比較的ね、うん、普通にめちゃよく映るから、これいいですよね、うん、それはね、これオールドレンズとか使うとよくわかる。へえ、とんでもないよこれ、すごいんだ、うん、いやまあ上はもっとあるよ、はいはいはい、フルサイズとか、うんうん、まあ単焦点とかね、そのすごいの出してくるとそれは負けますけど、キットの中では相当いいと。まあうん、なんかそのいろんなレンズの中で、うん、いわゆるコスパみたいな、はいはいはい、価格の割に映りいいよねっていうので言うと全然いいと思うよ。へ、ただやっぱり見た目っていうかね、このキャップとかね、うん、すごいじゃん、うん、ちょっとチープ感みたいなのあるんだけど、性能的にはね全然いいと思うよ。これを使いこなしてね、うん、まあそれでいいものが取れるなら、うん、ウッド社長におねだりすればいいんじゃない、うん、これこれこういう理由で、あのすごいあのエンゲージメントが急にエンゲージメントがっつって、急にそんなこと言うんです、うん、そうするとどうしたんだいっつって。あとこれがこの一番可愛いカメラ、何見えます、見えました、これこんなすごいの中からこんなちっちゃいのいやこの辺はすごいけど、シグマ FP とかね、このソニーさんのよくわかんない、もういっぱいあってわかんないけどさ正直、うん、この辺はすごいけど、これってもしかしてここは可愛いか、ね、同じような感じ、同じではないペンタックス、コンデジだから、これコンデジです。あ、いいとこついてきてる。でも 8.1 メガでしょ。はい、知らないですけど810万画素ちょうどいい粗さ。いや十分十分っていうか、え、これす、あ、触った瞬間電池なくなったけど、それって あ、かわいい電池です、炭酸電池しよう。これがすごいいいなと思って電池にしたんですよ、こういうやつ。めちゃいいじゃん。そうなんですよ、電池なくなったら電池を入れればすぐ使えるっていう、電池がなくなったら電池を入れればいいね。はい、でこうやって外すと使えるんです。どういうこと、ファミカセかこれでやると使えるんですよ。あ、じゃあ多分電池なくなっても電池一回抜いて、そうですって吹いてもう一回入れれば通るそれありましたね、そういうゲーム機。いや、これかわいい、写真部作って、じゃコンデジ大会とかやりたいですね。あ、写真部やりましょうか、全然反応しましょう、的にサブちゃんで、サブちゃんでメインには行かない、うん、サブちゃんで入りますよ。はい、入部する、入部します。じゃあコンデジで、うん、入部届作ってこわ。電池なくなってるよ電池なくなって開いたまま終わっちゃった閉じれず開発計算、うん、そんなことより、うん、紹介したものがあるんです。何紹介したいというかな、ちょっと見せたいなみたいなものがあるんですよ。これおもろくないですか。うん知りませんかこれ。デジタルハン、え、これさ、こんなの開けていい。はい、開けていいです。おお、これこれ覗けますよちゃんとナイスですねってやつ。違いますよ。違うそういうあれで買ったんじゃないですよこれ。違う、違いますよ。ナイスですね。めちゃくちゃエモく撮れるやつ。そうだと思いますね。あのもうアナログ放送みたいな。あ、そうです、そうです、そういう感じで撮れると思いますよこれ。このフォントすごいレトロ、ファミコンじゃん。もう、カセット入ってるんで、ズームボタンがもうアメリカみたいなさトランペットみたいなズームボタンがえ、ちょっと待って、これ何に記録するの。カセットです、そうです、ミニ DV。
ここの中に入ってます。テープみたいな、はい、入ってます。ここに。うそ、これなんか撮ってる絵も、絵もめっちゃ良くないですか。へい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 。こっちっす、こっち。あ、こっちか。あ、全然こっちでいい。そうだね。いや、すごい、なんかもう各部のデザインがたまんないね。もうなんかすごいっすよね、ここら。もうボタンもメモリーミックスとかわけわかんないですよ、うん、データコード。やっぱダメだね、あのカメキャントークは、はい、1機種ずつやんないと。そうですよ、確かに。終わんないわ、朝になっちゃう。終わんないわこれ、うん。いやでもこれの絵は気になるね。また新平磯野さんがもう立ったまま寝てますよ。でもいい感じに映ってますね。うん、これ押して、これ押すの、うん、音がいいんですよ。え、なにこれ、かわいい、かわいくないですか。ちょ、やめてください、やめてください。大してない。あ、すごいメカだね、うん、このなんかエレベーターが到着した時の音、うん。これちょっと拾えるかな。うわあ、めっちゃかっこいい。これはもはやかっこいいじゃなくてかっけえ。かっけえ、かっけえ。いや、この動画、今のこの動画ね、はい、激烈つまんないですね。本当にすごい、まさにサブちゃん、うん、やっぱ一機種ずつやんね。そう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 、もうこんなとっちらかして大渋滞ですよ、ね、うん、本当っすね。一個ずつやれいいの。あ、でも個人的に一番気になってるのは FP かな。知ってる？シグマ FP。 シグマ知ってますよ。どんなシグマの中の靴ですよね、シグマ。ん？どれだ。シグマって靴ありませんでしたっけ。靴？今もう持ってるんですよ。これのどこが、それがシグマなんだ。これがシグマの FP、 ファイナンシャルプランナー。シグマのファイナンシャルプランナーですよね。 FP ね。は？は？閉めてもらっていいですか。僕ですか。うん、たまには動画閉めてくださいよ。僕なんですか、うん。じゃああれですね、もうこれはレイウッドで、うん、写真部始めますっていうことで終わりにしましょうかね。もう、はい、分かりました。夜も遅いんで。わかりました、ね。まあ細々とね、はい、細々と、あのどこかの誰かさんみたいに主たる業務をおろそかにして、ああ趣味に走るっていうことがないように、ないように細々とこの写真部は、はい、やりやすいと思うんで。そうですね、ね、だって街ちょっと出て歩いてパシャパシャって撮ったらね、うん、撮れるから、はい。今日はもうおやすみなさい。なんで急に出てくるの。なんでそろそろ寝ましょうっていう感じを嗅ぎつけて。確かにいいタイミングで。なんで急に喋ったの。寝ますって。閉めてもらえます。いや全然閉まんねえ。じゃあもうこれ全部売ったらいくらぐらいになるんですか。もう急にすぐそういうお金の話。えもういい、もういい、もういい。いや、はい、これとこれだけで、もう話続けるからね。寝ましょう。もう、はい、しまおう、しまおう。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。これマジでいけるよね。